はい、どうもめちゃねるです。本日私はですね、今小田原駅の方にやってまいりまして、ホテルインディゴ箱根強羅さんのですね、シャトルバスで今ね到着したところでですね、この同じ場所でですね、ヒルトン小田原さんのシャトルバスがね、来ますので、それに乗ってこれからヒルトン小田原さんの方にね向かっていきたいなというふうに思います。いや今日もね天気がめちゃめちゃ良くて最高な気分です。ということでね、早速向かっていきたいと思います。行ってまいります。今ね到着しました。チェックイン手続き待ちですと大体10組ぐらい待ちっていう感じでしょうかね。はい、ちょっと待ちたいと思います。はい、サクッとね今チェックイン手続きが完了いたしまして、これからねお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は10階のですね角部屋、ウェルネスピュアコーナースイートというお部屋にアサインいただきました。はい、今ね入っていきたいと思います。いやでもねやっぱり賑わってますね。廊下、そして扉なんかもねなんかいい感じですね。ということで本日はこちらの1019のですねコーナースイートという形になっております。じゃあね入っていきましょう。はい、とりあえずねなんかルームキーだと開かなかったのでアプリでね開けさせていただきました。荷物はねもう入っておりますね。ありがとうございます。ということで一通り電気をつけてですね、はい、ということで電気をつけましたので中ね見ていきたいと思います。おお、やっぱ和室があるといいですね。なんかねめっちゃ広いという感じではないですけど、なんか旅館のねお部屋みたいな感じでいい感じですね。はい、前回泊まったスイートもねこんな感じの、はい、コーナールームでめちゃめちゃ綺麗ですね。はいはいはい、確か前もねこんな感じだったかもしれない。いいじゃないですか、コーナールームで海がねこのように見えて、はい、という感じでございます。ではねちょっと詳細、見ていきたいなというふうに思いますけれども、はい、まずエントランスです。はい、玄関ねエレベーターホール出て左手側の一番奥ですね、この1019、ここのね真ん中ら辺がねプレミアムスイートだったかなというふうに思います。はい、でこのようにここでね靴を脱いでいただく感じとなります。スリッパなんかもねこのように置いてございます。はい、そして左側なんかあるのかな、特にはないんですね。はい、靴べらなどはこうやって置いてございます。で入っていただいて右手側でしょうか、これがね洗面、はい、洗面台は1箇所ですね。鏡めちゃめちゃ広い、こんな感じの明るいですね。はい、で早速テスコム製のドライヤーがこのように置いてありまして、クラブツリー&イブルの石鹸、そしてアメニティ類ですね、定番のアメニティが置いてございます。グラス類、そして足元にはタオルとゴミ箱、まあ椅子なんかもねご準備されております。で、こちらがバスタブ。はい。まあ、こんな感じの大理石調でですね。まあ、年代相応っていう感じはありますけど、清潔感あって、非常にね、使いやすそうな感じございますね。はい。まあ、シャワーなんかもね、問題はないと思いますけど、はい。まあ、こんな感じの水圧。申し分ないかなと思います。はい。バスタブですね。で、洗濯物ね、干すロープもあります。これね、プールあると非常に嬉しいですね。ここがね、めちゃめちゃ広いですね、スペースがね。はい。で、入っていただいて左手の方に、こういった鏡がね、あります。何の跡だろうな、これ。ね。なんかありますね。はい。で、正面がミニバー。グラス類がね、このように置いてあって、電気ケトルとお茶。はい。ギルマー製のね、セイロンティーとか、緑茶、そしてドリップコーヒーなどありますね。エスプレッソマシンは特になさそうですね。そしてアイスペールでございます。
で、足元冷蔵庫ですけど、特には入ってございません。左手がコーヒーカップという感じですね。はい。そして、じゃあこちらがお手洗いでしょうかね。はい、失礼しますという感じで。はい、もうね、サンダル、スリッパか、並んでおります。で、このような感じのウォシュレット。ね、洗面台などもありましてね、いい感じじゃないですか。はい。お手洗い、失礼しました。という感じですね。はい。で、エアコンのパネル、こういった感じでね、ございます。はい。つけておきましょうかね。はい。で、ツインベッド、こういう風に並んでて、なんかね、こういった間接照明もおしゃれですね。で、このベッドのね、花が、はい、ございますけども、あちらにね、なんかお月のある青のね、差し色がまたいいですね。はい。で、ベッドの方にはね、こちらに、はい、コンセントがございます。で、ナイトとかね、読書灯とかのスイッチパネルがございます。はい。これは、あれですね。名前が出てこないぞ。あれですよね。松ぼっくりか。松ぼっくりがコーティングされてますね。はい。で、こちら側にもね、コンセントがございます。はい。で、こちらの収納スペース、押し入れですね。はい。まあ、特に何か入っているわけではありませんけど、閉まっていただくことはできるといった感じです。はい。で、こちら左手の方に空気清浄機。めっちゃいかついのありますね。はい。こんな感じの空気清浄機がございます。で、電話機だったりとか、こういったね、調光を調節できる照明のパネルですね。はい。そして、こちらにコンセントがあって、USB-A と LAN もありますね。これいいですね。はい。電話機と。で、おやつがございます。こんな感じね。で、お水ですね。イロハスだ。でもなんか変わった感じのイロハスですね。こんな感じでしたっけ、イロハス。いいですね。はい。こういう感じで。まあ、テーブル、机の中なんか入ってるわけじゃなさそうですよね。から、から、常備灯がございますという感じです。はい。で、テレビがこちらにございまして、角度は変えられなそうですね。なので、まぁ、ちょっとね、Amazon Fire Stick とか挿すのはちょっと困難かもしれないですね。まぁ、結構大きめのね、テレビがございます。で、こちらが和室でございますが、はい、こっちもね、独立したエアコンがございまして、はい、こんな感じの和室。いいですね。ここでね、まぁ、レイ君遊ばせるのが一番いいですね。そしてこの中にね、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。で、こちらに、はい、室内着ですね、浴衣ございまして、この下は空という感じです。そして、反対サイド。これは加湿器でしょうかね、加湿器。そして上の方にはね、ハンガーがございまして、アイロンとアイロン台がございます。こちらも空、こちらも空という感じですね。なんか和室があるとね、個人的には落ち着くんですけど、皆さんいかがですか？まあ、やっぱりちょっと古く感じるでしょうかね。人によるかもしれないですね。で、押し入れの方には、はい。このようにね、布団もあるので、まあ、畳でね、寝るっていうこともできるので、まあ、結構ありかな。久しぶりにね、畳で寝てみようかな、みたいな感じはありますけど、まあ、ご自身でね、シーツとかは当然、やらないといけなかったり、畳まないといけないっていうのは当然ありますけどね。はい。で、まあ、ちょっとしたこういった絵がね、飾られておりまして、間接照明がね、あるといった感じです。で、こちらを開けていただくと、バルコニー、はい。このようになってて、チャペルですね。はい。チャペルがこのようにございます。おお、高い。そして、眺望見晴らしはね、天気もいいことあって、非常にいいですね。このバルコニー、やっぱちょっと怖いですね。はい。まあ、こんな感じのね、ビューと、なっております。いかがでしょうか。いやー、いい天気。はい。ではね、中の方に入っていきましょう。ということでね、まあ今日はこんな感じでですね、こちらの、ウェルネス、ユア、コーナースイートというお部屋にね、アサインいただきました。まあウェルネスっていうのがね、まあ多分いい感じの、いかついね、空気清浄機が入ってるからだと思いますけど、はい。こんな感じのお部屋に一泊させていただきます。いかがでしょうか。はい。ということでですね、久しぶりにこちら、ヒルトン、小田原さん、
の方にね、今チェックイン手続きが完了いたしました。ちょうどですね、インディゴ箱根強羅さんのバスが、小田原に着いて、ちょっとね、あのヒルトンさんのシャトルバスが遅れてたので、まあ、無事に乗れました。まあやっぱりね、25分30分弱ぐらいねかかりましたね。で無事にね手続きも完了いたしましたけど、もうね10組ぐらいやっぱりチェックインのね、列待ってまして、まあどうですかね、30分ぐらいでチェックイン手続きができたかなという感じです。今ねやっぱり週末とかも含めて結構ね混んでるみたいですね。はい。でだいぶね久しぶりでございまして、まあねいろんな等のねご案内などもいただいてますけれども、まあ今ね17時になるところで、今日はね17時半からレストランをね予約しておりますので、もうあっという間ですけどね、レストランの方に行って、まあ食べ終わったらですね、まあとりあえず食べるわけではないんですけど、カクテルタイムの方に行ってですね、まあどんなメニューがね出てるのか、っていうのと、ちょっとお酒飲みたいなというふうに思いますので、ちょっとそちらの方に向かっていきたいなと思います。ということで行ってまいります。はい。今ねキッズスペースが貸し切り状態ということなので、とりあえず地下1階のねキッズスペースの方に向かっていきたいと思います。キッズスペースですね。奥にはね、ボーリングとかゲームセンターがございます。はい、キッズコーナーの方にやってまいりました。まあ、こんな感じのね、広さで今貸し切り状態ですね。はい、レイ君も遊んでおります。何やってんの？ツリーハウス作るの。ツリーハウス。ツリーハウス。うん。だから、難しいんだ、作るの。だからパパ行ってきましたけど。はい。ご飯行く？はい。レイ君はグズグズです。ご飯ですけど、遊びたくてしょうがないです。唇が出てます。レイ君、ご飯食べて遊び行こう。行かないってこと？ご飯やる。じゃあご飯食べて、遊び行ってプール行きましょう。オッケー。行かないってこと？それは違う。体力に行きたいってこと。でもご飯も食べないとお腹空いちゃう。お腹すくな。はい、とりあえずですね、今レストランの方にね席ご案内していただきまして、これからですねちょっと料理見てこようかなと思います。結構ねやっぱり週末ではないんですけどね、混んでるみたいなので、なかなかね写真とかちょっと難しいかなと思いますので、まあ持ってきたやつねちょっと見ていただければと思います。はい、天ぷらとかも美味しそうですね。そしてパンとかですね。はい、そしてねお寿司までもございます。はい、そしてねデザート類ですね。ここら辺もねケーキなんかも非常に豊富です。はい、美味しそうですね。はい、レイ君用にピザだったりとかエビとかポテト、ナゲット、そしてお寿司と天ぷらですね。結構種類豊富でいいですね。はい、そしてうどんとかローストビーフなどもねございます。いいですね。はい、今こんな感じでですね、天ぷら、お寿司、そして何でしょう、豚肉みたいなやつと、なんか牛のやつとエビ、そしてねうどん、杏仁豆腐とかですね、もうデザート類が空いてるところからね持ってきたっていう感じですね。はい、ということでいただいていきたいと思います。このお肉豚肉プルンプルンですよ。うん、香ばしい、うまっ。そしてシースーですね、イカです。うん、はい、そしてローストビーフをいただきます。うん、まあ、本当にね、種類は豊富ですし、朝食会場もここなんですけど、めっちゃいい感じでテンション上がりますね。で時間もね、まあ、ちょっと90分制ということもありますので、このままちょっと頑張って食べてですね、ラウンジの方、イブニングカクテルどんな感じなのかも含めてちょっと見てみたいなと思いますので、とりあえずいただいて、ラウンジの方に向かっていきたいと思います。いいよ食べて。うん、すごい大きいね、エビ食べてるね。ちっちゃかった。もう食べれた、すごい。うまい。
ということですね、オーシャンラウンジの方にちょっとね寄り道していきたいなと思います。ましょう。はい、お料理とかはね、まあ、こんな感じで、あとはねお酒を飲めるという感じでしょうかね。はい、ということでもうねお腹いっぱいなのでお部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ということでですね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンのバースデー特典のケーキ、はい、オープンザオレンジでしたね。こんな感じのかわいいマーマレードっぽい感じのね。でもお花乗ってて可愛くない。可愛くないの？可愛いでしょ。でもお花乗ってる。はいはい、ということでですね、とりあえずねめちゃめちゃお腹いっぱいです。これからですね、あの準備をしてプールの方にね向かっていきたいなというふうに思います。プール今ね空いてるみたいなんで行ってまいります。はい、ということでね、これからあのプールの方に向かっていきたいなと思いますけど、3階を利用すればですね、こちらの浴衣だったり館内着でですね移動していただくことができるという感じです。館内着の場合だとですね、あの1階のレセプションとかロビーは通れませんので、3階からねプールとか大浴場に向かう感じになります。じゃあね向かっていきます。はい、こんな感じでバーデ島の方にですね向かっていきたいと思います。まあね、こっちの方ですね。はい、これがねスパですね。もう今営業してない感じですね。でこの奥のね通路に向かっていく感じです。懐かしいですね、なんとなく覚えてる感じです。はい、こんな感じでございます。この下がですねプールだったり大浴場という感じですね。それでねエレベーターで降りていきたいと思います。はい、プールの方にねやってまいりました。まあ、こんな感じで子供がね遊べるようなプールはこういったところでございます。いい感じだね。はい、ということで向こうの方にはね普通のプールがねあります。じゃあここでねレイ君と遊んでいきたいと思います。すごい。はい、ということでプールね楽しんできて、今お風呂の方も入ってきてですね、お部屋の方に戻ってきました。大満足です。もうだいぶね眠いですね。あの1時間30分おきにあのめっちゃね水が出てくるやつがもう本当にねすごかったですね。レイ君もびっくりしてましたけど、すごいねはしゃいでまして、今ね結構眠そうな感じですね。温泉もね今回だいぶ入ってましたね。はい、ということでね、まあ今日はあと1時間後からまたね、こちらの方からライブをお届けする予定でございますので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますので、よかったらねそちらもご参照いただければなというふうに思います。今日はね、もうゆっくりさせていただいて、また明日の朝、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。はい、本日もね、天気は非常にいい感じでございます。綺麗です。早速ね席の方にご案内していただきました。こんな感じでですねメッセージございますね。おはようございます、素敵な一日になりますようにということで、はい、ご飯のねおすすめスポットなども記載がございます。こういうの仲いいですね。そしてヒルトンオーナーズの限定のねドリンクということで、まあ、アイスチョコレートをオーダーさせていただきました。この小田原レモネードもね気になります。妻がね小田原レモネードとホットをね注文しておりました。はい、ということでね、まあ、こんな感じで持ってまいりました。いやー美味しそうですね。干物なんかもねありますし、サラダ関係、はい、美味しそうです。まあ何よりねこちらが卵かけご飯、納豆ご飯用のご飯と海鮮丼ぶりとココナッツカレーでございますね。はい、いただいていきましょう。はい、それではねいただいていきたいと思います。やっぱりねこちらの海鮮丼、しらす、ネギトロ、ネギトロなのかな、はい、アジでなんかね
あの桜エビみたいなのもあったんですけど、私は見かけなかったのでこのままいただきます。卵しか食べてないけど。うまっ、海苔が。うん、やっぱこれがなんか小田原感ありますね、味とかね。うん、うまっ。なのでまあ近場だとね、小田原でこういったものが食べれるので、次回はね富山でもまたね美味しいのが食べれるみたいなので、いつかダブルツリー富山さんも行ってみたいですね。うん、うまっ。今日はね比較的、遅めのね時間に、朝食を取らせていただいたんですけど、結構ね補充が間に合ってなくてね、結構少なかったですね。はい、まあ、海鮮とかはねあったので良かったですけど、シューマイだったりとか、あっちのサラダとかね、あの補充がちょっと遅れてしまってる感じではありましたけど、まあ私にはあまり影響なかったかなと思います。これ食べ進めてお部屋に戻って、またね今日はあのレイ君とプール三昧したいなと思います。はい、こちらがですねシラスオムレツでございます。今日はねシェフ130個ぐらい作ったみたいですね。はい、これもねいただいていきたいと思います。はい、それじゃあねシラスオムレツいただいていきたいと思います。はい、こんな感じでシラス見えるかな。はい、結構ね入ってるんですよ。はい、こんな感じ、ほらトロトロで入ってますね。はい、じゃあねシラスオムレツのチリソースでねいただきます。めっちゃ出来たて、湯気出てます。うん、美味しい。これね皆さんチリソースがね意外なマッチをするんで、ぜひね食べてみていただきたいです。うまっ。はい、ということでね朝食を食べてプールの方行って、温泉入ってねお部屋の方に戻ってきました。まあレイ君ねやっぱりちょっと遊び足りない感じでしたね。まあ、やっぱりお子様連れにはね本当にあの最高のホテルじゃないかなというふうに思います。あとは団体さんとかですね、テニスやったり卓球やったり温泉入ったりね観光したりという感じでございます。はい、まあ、今回はね、まあ、畳のあるお部屋で今ね、こうやってゆっくりさせていただいてますけど、まあ、やっぱりね、今回の旅はもう本当温泉巡りだったなっていうふうに思いますんで、本当にゆっくりできました。またね、訪れたいなというふうに思います。まあ、朝食につきましてもですね、やっぱり地元のね、あの、アジだったりとか、あの、お刺身なんかもね、出てきて、海鮮丼ね、作れる感じも非常に良かったなというふうに思います。で、今比較的ですね、あの、リーズナブルな料金で、宿泊していただくこともできますので、まあ、うまいタイミングをね、チェックしていただいて、できるだけね、お得に泊まってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、こちら、ベルマーク、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。